はい、皆さんこんにちは。今回はマーベルレジェンドのスパイダーマンクラシックからショッカーを紹介しようと思います。ショッカーは腕から電撃が出る能力ですね。確かこの前の実写版のスパイダーマンでも出てたかと思います。はい、このシリーズのラインナップはこんな感じですね。ベン・ライリーとこっちのアーマーのやつは紹介しましたね。このシミュートも買ったんでどこかで紹介できたらと思います。あとこれハンマーヘッドめちゃくちゃ気になりますね、ビジュアルが。はい、早速開けてみたいと思います。はい、取り出してみました。今回はこのエフェクトパーツが2つと、あとは左右の開き手ですね。はい、で本体はこれ前出た時は多分この細かいこの線のモールドのところは黒く塗ってやったと思うんですけども、今回は塗られてないですね。なので結構こうさっぱりとした感じになってますね。ただ前と違ってこうベルトがついてたりとかいうのはあると思うんですけどね。はい、まあ、首はいつもの感じですかね。顔がちょっとこうあれですよね、こうジョジョのスタンドみたいな顔してますよね。髪型もちょっとこう特徴的な感じですね。はい、で腕はまあ干渉するものがないんでぐるぐる回りますね。でこの茶色い部分はあれですね、一体成形のものですね。ベストといいますか、まあ、結構ダサいですよね、格好的には。はい、まあ、これ塗るならこの線も塗ってほしかったですけどね。はい、で腕がまあ二重関節ですね。はい、このグイッとこのまでですね。で今回手首がここじゃなくてここで分割されてますね。なのでこう方向が変えられないですね。ここが回るだけで。左右同じ握り手の造形ですね。はい、でお腹がこれぐらい反れますね。前にはこのぐらいですかね。結構柔道は高いかなという感じですね。でここに腰のロールがあります。で足はこれもまああまり干渉するものはないんで結構開きますね。はい、でここにロールがあります。はい、で膝もうっとこんな感じですかね。ちょっとこう太ももが太いんでこのぐらいまでしか曲がらないですね。はい、でここにロールがあります。で足首がこんな感じですね。まあ、全体で結構塗装もなんかあまり結構安っぽい感じかなってところですが、シルバーの部分はすごく綺麗ですけどね。まあ、ちょっとあっさりした感じですかね、昔のものを見たことあると。はい、はい、ではスパイダーマンと比べてみます。はい、ほぼ大きさは変わらないですかね。ちょっとこっちの方がマッチョな感じですかね。まあスパイダーマン細身なのでっていう感じですかね。はい、ではちょっとポージングしてみようと思います。